ばんは、マッツンツン TV です。今日はですね、久しぶりですね、パチンコをやってみたいと思います。こちらですよ。1000円勝負。で、1000円勝負。ね、さすがに4円で1000円はね、もう一瞬で終わってしまいます。ね、1000円だったら、まあ、1円パチンコで1000円だったら、4円パチンコで言えば、4000分ですよ。ね、これもね、意外と早くなくなるんですよね、4000分。なので今日はですね、20銭パチンコですよ、20銭パチンコ。ね、20銭パチンコというと、1円パチンコの5分の1よ。ということは、4円パチンコで言うたら、2万円分。この1000円が、ね、2万円分よ、この1000円が。どうなるのか。さすがにかかるでしょ。ね、ちょっとね、行ってみたいと思います。20銭パチンコですよ。で、前回動画出した時、6000発出して、換金すると1500円やったかな。これはね、1000円換金するのも結構大変だぞ。それではね、行ってみたいと思います。ね、さすがにね、20銭だとミドルしないとこれ、拉致あかんぞ。ね、アマデジなんかやってても、ね、時間かかるだけや。ね。1000円勝負でね、時間のある限りね、勝負したいと思います。それでは、行ってみましょう。どうぞ。Yeah.
私のも食べて。私も。もう一回。
行くよ。右左にもうちょっと前。ここだけお願いがあるの。ちょっと目つむってくれる？
開始まで60秒、時間内に女の子を見つけろ。楽しいね。
だね。すぐ綺麗になるからね。これで最後よ。ゴシ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 。キャッ。いてててて。わけですね、終わりましたよね。1000円使ったんですよ。1000円ね、20銭パチンコね、 0.2 円パチンコですね。ね、1000円分ということはさっきというようにね、2万円分ですよ。で、最後の1回のね、100円で当たったんですよね。
ね、伸びると思ったら単発でした。まあでもね、いや、これ4円、もし4円でやってたら2枚分使ってたわけですよ。ねえ、いや、結構な時間、300回ぐらい回したんでしょうかね。すごいですね。でも、20銭パチンコでここまで遊べたらもう最高ですね。時間潰しには持ってこいですよ。まあ、1000円負けましたけどね。4円だと2万円負けてるところですよ。ねえ、本当にね、最近パチンコ当たらないって言うんですけどね、本当にね。連チャンがしたい、本当にね。今回のやつで分かりましたよ。で、4円やってたらね、とんでもないことですよ。これ、20銭パチンコでもう、OK ですよ。ね、1円パチンコでも4銭使った。ね、1回当たったけどね。まあ、そんな感じでね、久しぶりにやってみましたよ。楽しかったですね。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。マッツンツムデビューでした。ありがとうございます。